村松優斗は山梨県中央市出身の日本の卓球選手。東京アート所属。ITTF 世界ランキング最高位は21位。団球位は5段。同じ卓球選手の平野美宇はいとこにあたる。山梨県中央市出身。平野美宇の家族が経営する平野英才祭教育研究センター卓球研究部で卓球を始める。 2004年に以前日本卓球選手権、バンビの部で優勝を皮切りに、各世代で優勝。イネツケ中学校入学と同時にエリートアカデミーに入った。提供高校を卒業。2013年のアジアカップでは、格上のエニアスに勝利した。2016から17シーズンから2017から18シーズンにかけて、ドイツブンデスリーが一部のオクセンハウゼンでプレーした。 2016年の ITTAF ワールドツアーグランドファイナルの1回戦では、元世界ランキング1位のブラディミル・サムソノフに勝利した。2017年の世界選手権、デュッセルドルフ大会にはシングルスで出場した。2018年以降は怪我などに悩まされ、国際大会には出場せず国内の試合のみに、専念した。2018年から、T リーグの琉球アスティーダに所属し、 2019から20シーズンはシングルス6試合、2020から21シーズンはシングルス1試合に出場した。2021年9月に選手登録抹消された。180センチメートルの長身から繰り出す安定感のあるバックカットに加え力強い両ハンド攻撃を合わせ持つ現代カットマンの先駆けとなるカットマン。 表ソフトから出されるバックカットは切れ味も良く変化が鋭い。一時期粒高を使っていたがすぐに戻したという。特にラケットを反転しバックハンド攻撃で打ち抜くのが印象的で隙あらば攻め、守るところは守るというメリハリのある戦型と言える。そのプレイは早くから注目されており2008年の 全日本卓球選手権大会ホープスの部で優勝した際も同じくカットマンの高島のリから世界で開花する日も近いかもしれないと称賛された。憧れの選手は陳栄生。2015年の世界選手権では対戦したがストレート負けを喫した。2017年には臨時で2週間コーチとして指導を受けている。最高成績ほかありがとうございます。